main event. The following contest is scheduled for one fall with a 60-minute time limit for the Canucks last match in Reno. Blue corner, representing Reno and Office Canucks from Japan, Konami! And representing Reno from Japan, Reno World Attack Champion, Makoto! Red corner, representing Reno from Japan, Crush First Women's Champion, and ECCW World Women's Champion, Shuri! And representing Office Kana from Japan, this match is the last in Reno. Thank you.
Yeah.
Come on.
こんばんは。今日で、レイナ、東京も大阪もなんですけども、すべてのレイナの興行、私が参戦するのは今日で、最後です。本当にいろいろブーイングなどやっていただきまして、本当にありがとうございました。レイナの団体に乗り込んだのが、まあ、大体1年前かそこら辺だと思うんですけども、シュリとはね、もうスマッシュの頃からずっとずっと前から、試合もして戦ってきたんですけども、まあ初めてレイナに、レイナを新しく面白くすると、言うたんですけれども、そのきっかけはやはりスマッシュで今まで戦ってきたシュリがおったから、シュリがおったからこうやってレイナにも上がったし、こうやってやってきたと思います。ちょっといじめすぎたところもありましたけども、これは彼女はよう分かってる愛情やと思って受け止めてたと受け止めてたんですと思います。せやから、まあ、レイナがこれから、まあ、活躍していってほしいなと思うんですけども、私がいなくてもこうやって選手が一生懸命やってますんで、選手の応援どうぞこれからもよろしくお願いします。ありがとう。シュリ、今までねちょっといじってきたけどもまた会う日までありがとう。コナミシュリの大きな波を水色担当コナミです。はい、みんなのハートを奪っちゃうスリラーまでごめんなさい。青色セクシー担当ナレミアマキです。ナレミア、はい、あなたの建国したい瞳の中はオリエンタルランド無数の紫担当マコトです。マコト、あとお腹すいた。
もう一回いきますよ。今日は楽しんでくれたかな。また来てくれるかな。じゃあ次はですね、9月27日の誠プロデュース興行になります。皆さんぜひ来てくださいね。それではいきますよ、せーの。